はい、今どこにいるかと、南米のウルグアイのモンテビデオにいます。モンテビデオということで、モンテビデオ、首都のモンテビデオです。旧市街にいて、憲法広場のところにいるんだけどね、今夜7時土曜日という散策してます。すごいね、人がなんか全然いませんね。そこの公園見ると広場になっていて、こう、まあ、ここのベンチあるんだけどね、イチャラブしているカップが多いです。で、自分こっち側ね、マックとかはやってます、バーキンとかね。でも他のとこ大体閉まってるね、土曜日ね、結構この時間になると。新市街の方が多分店やってると思うんだけどね、旧市街は結構閉まってる店が多いです。ここ多分平日の昼間は結構してると思うんだけどね。で、これが教会、こんな感じでライトアップされます。これ綺麗ですね、うん。で、両替所看病と書いてるんで、看病がそこにありますね。で、まあこんな感じで今ね、渡ろうと思ってるんだけど、タクシー、で、まあ、こんな感じでね、道があるんだけど人がいませんね。一応ガイドブックには、地球のやり方には、週末土日はいわゆるその夜とかね、治安、まあこれ平日でもそうなんだけど、人が少なくなって治安が悪化すると書いてるんで、まあ、素人の人はね、なるべくあんまり夜歩かないのがいいのかなって感じがします。でも近隣諸国と比べて割と治安がいい方なのかなって感じがするんで問題ないけど、ここ見てください、人が誰もいませんね。旧市街の中、今歩いてます、憲法広場の近くは。だから、まあ、こういう風に撮影してるとね、今手で持って撮影してますけど、いきなりひったくりに来るのかなって感じはするんだけどね。まあ、自分の前は普通の日本人じゃないんでね、舐められない体をしてるんで基本的には大丈夫だけど、まあ、一応でもこの辺りね、こんな感じでライトアップされてます。で、そこをまっすぐ行くとラプラタ川ね、有名なラプラタ川にあたります。